皆さんこんにちは、マーシーです。私マーシーは去年の7月中旬から始めた配送ドライバーのお仕事も7ヶ月目に突入しました。完全に未知の領域といった感じなんですけども、最近真剣に転職を考えておりまして、今の会社続けるか辞めるか、その瀬戸際に来ております。理由というのは正直言いまして、生活が苦しいからであります。まあ、当然午前中だけなので収入は限られている、その認識はあったんですけども、足りない分を YouTube の収益で賄っていたんですが、 YouTube の収益もね、仕事が真面目に続くと当然無職系 YouTuber って再生回数が減ってくるんですよ。これはね、無職系 YouTuber の宿命なので仕方ない部分もあるので、それとほぼ同時期にここ最近いろいろと就職活動をしていましたら、まあ、前回の動画でね、釣り求人正社員なのにボーナスもない、個人的にはただね、バイトに社会保険かけているだけだろうみたいな、そのような釣り求人的な求人を見つけたので、仕事内容的にも良かったんですけども、そちらの求人は諦めまして、もうね、7ヶ月経過したので自分自身の中でも次のステージに行こうかなと、ここ最近結構積極的に求人情報サイトをチェックしているんですけども、めちゃくちゃ応募したい求人を見つけました。当然真剣に応募を検討しているので詳しい仕事内容は言えませんけども、ざっくり職種だけ言いますと、接客のお仕事になります。私マーシーね、ここ最近ほとんど人と喋っていない状況で、1日会社の人とお仕事のことについて 2,3 回喋る程度で、たまに稀に配達先の人とお客様と軽く挨拶を交わす程度なので、そのような理由もありますし、何よりも生活が苦しいということで、こちらの接客の求人は今の会社よりも時給は高いです。真剣に応募を検討しているので詳しい時給は言えませんが、時給は今の会社より高いということは紛れもない事実であります。しかもですね、急募と書いてあるんですよ。急募と書いてあるということは、私マーシーの今までの経験上、150社以上受けてきた面接の経験上で言えば、急募と書いてある求人はよほどの何かがなければまず間違いなく確実に受かります。そしてこちらの求人は、接客のお仕事は営業時間が約14時間から15時間で、1日2時間から9時間で応相談と書いてあります。そして週2日から勤務 OK と書いてあります。未経験者大歓迎で、ダブルワークフリーター歓迎と書いてありますので、今の会社辞めずにダブルワークで行こうかなと思ったんですけども、接客のお仕事なので土日祝日必ず入ってくれと言われるのは間違いありませんので、とりあえず面接受けるだけ受けようかなと。私マーシーの希望は1日8時間の週4勤務。それであれば計算しますと10万円超えます。今の会社はこの日によって仕事量が変化ありますので、早い時だと2時間45分でお仕事が終わった時もありますし、5時間の時もあるので、その日の仕事量によってかなり勤務時間にばらつきがあるんですけども、こちらの特殊お仕事はほぼ確実に、仕事内容は言えませんけども、確実に4時間希望ということであれば働けるお仕事であります。そして何よりもこちらの求人、今住んでいる自宅アパートからかなり近いです。何分かは言えませんけど、ガチモンの近さなんですよ。ガソリン代もかなり節約できますし、当然ね、交通費規定支給と書いてありますので、応募することを真剣に検討しております。これはね、前回と違って釣り求人ではありませんので、自分にもできそうだなと、今のお仕事よりも続く予感がいたします。応募するだけ応募して、もしねお仕事が決まったら、今の職場はこれはねさすがに良くないので、最低限数字を通して新しくね決まった勤務先と調整しながらやっていきたいなと考えております。まずね、面接行ってお仕事の状況とか、希望の勤務シフト週4、8時間それが可能なのかどうかということを面接で確認しに行ってきたいと、これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上マーシーでした。